どうも、こんばんは、エネムです。皆様、2018年明けましておめでとうございます。今回はフェイトグランドオーダーハッピーニューイヤー2018、ピックアップ召喚ということでですね、葛飾北斎が来ています。去年は確か武蔵だったのかな、この時に。で、その後に山の沖縄が来たらしいんですけど、この後にね、村正が来るんじゃないかと、言われておりますが、怪しいんですが、今回葛飾北斎、狙って引いていきたいと思います。北斎の見た目もう100点満点ですね、僕からすると。10連だけ引いたんですけど、10連と予備費1回か引いたんですけど、レースはね、星5レースは全部出ました。で、あとは葛飾北斎、フォーリナーかな、新しいクラスですね。アビーと同じなのかな、引いていきたいと思います。ホーグもね、すごいかっこいいですね。とりあえず予備費から溶かしていきましょう。予備費もいっぱいなんかくれましたよね。18個くれたんだっけ。いや、そんなはずね、ほんだらもっとあるはずだわ。 10枚くらいくれたのかな。予備符はパッパッパと飛ばしていきましょうか。結構今 FGO 重いですよね。年明けて1時50何分とかからね、メンテナンス始まって、おいおい大丈夫かと思いながらマジ元旦まで本当にお疲れ様です。で、起きてまだメンテナンスしてんのかと。1回開けてたんだよね。それでまたメンテナンス入っちゃったみたいで、結構アクセス集中で。福袋なんですけども、俺は福袋何が出たんだっけ、タマモが出たんですけど、なんか複数引けた人、なんか連打とかしてると、その福袋が何回でも引けちゃうよみたいな人がいたらしくてですね、今回の福袋そもそも確率がなんか結構高かったらしくて、1回引くとね、2枚3枚星5サバが出たりしてたらしくて、それプラス福袋またもうなんか10回10連したらもう10連なんか連打とかしたらできてたみたいで、結構バグがあったみたいですね。なんかその人が何だろう、引かなかったことにされるみたいな、なんて言ったらいいんだろうな、その20連30連引けちゃった人も1回リセットして、その引く前に戻すとか、なんかそういうことを聞いたんですけど、それ本当なんですかね。ちょっとかわいそうですよね。俺はね、普通に星5 1枚だったんですけど、いやー、マーリン星5じゃホーグ5にしてるんですけど、マーリンが来たらどうしようかなとか思いつつね、4騎士の方を引いたのかな。で、何が欲しかったかっていうと、何が欲しかったんだろうあ、そう、山の沖縄とか入ってたのか。山の沖縄とか、金時とかがいたのかな、4騎士の方には。 あとアビーがいたんだ。そう、アビーが欲しくてね、そっち引いたんですけど、まあって感じですね。でも星5確定、持ってなかったしね、よかったんじゃないですかね。倉庫行ってる間にもう予備風終わるけど、お、冷蔵だ、新しいやつか。幸せとは温かい子犬、どういうこと。いや、来ねえかな。お、長いぞロード、さっきから長いかはい、ということで予備符はかすりもしなかったんですけども、じゃあ10連の方に移行していきたいと思います。エレシキガルの時にね、だいぶ石余ってたんで、今回それを消化してるんですけど、もう1万ぐらいプラスして引かなかったら、今回は撤退ですかね。村正が怖いんでね。来ないね。うお、マジきつまたきつすぎる今もきついな、マジか。いいや、もう10連いきますか。あと石2個で10連引けんのか。じゃあちょっとあれだな、マナプリズムじゃないの、なんだっけ、星晶変化、あれを交換してもう10連後で引きますか。スキップ強にハマってるとかいうの本当危ないからね。スキップ強めっちゃダメージ食らうからね。マジ石油王しかやっちゃダメだよあれ。さあ、霊装が続く、激辛麻婆豆腐。てかさ、2部のさ、プロローグなのかな、あれは。プロローグやりましたか。やばかったね、あれ、本当に。オープニングがさ、そういや、フォーリアーのさ、星3、星4がいないから、星4あれか、星3がいないから、バチバチ演出とかなって、完全に金のやつは来ないとダメなのか。演出か、金のカードは来ないと。
いやーきついですね。レイソウ、サーバント、サーバント、あーアーチャー。で最近 QP とね素材不足でね全然あれなんですよ、育てられないんですよ。雷光を育てようとしてるんですよね。骨が足りね、骨が、胸骨が足りね。必死にあの冬木回ってるんですけど。サーバン2、最近演出見てないな、確定演出。急にエレシキガルとかポンって出てきたりするからね。あら、まだあったか、今のラストかと思って。これがラストかね。レイストウー終了ということで、とりあえず兵将編を交換してもう10連引きたいと思います。はい、とりあえずじゃあ最後10連いきましょい。あのさ、フェイトプロジェクトの特番でさ、まさかあのガチャの画面がさ、あのテレビから高画質で流れてくるとは思わなかったよ、ね、あそこでなんか全ての二次演出とか禁演出を流されると、なんか全ての運気を吸い取られたような、そんな気がしたんだろう。ついにテレビでもガチャを見ているのか俺は。今モニターに映ってるんですよ。そんな変わんねえな。じゃん、地上波でガチャを流すな。いや、ニコニコで見たかったんだけどね、ちょっとプレミアムを解除しちゃったんでね。お、またあれだぞ、2018レースだぞ。ニコニコで見たかったんですけどね。北斎多祖来ないんだが、甘いか、甘いのかな。お、セイバー、お、セイバーめっちゃ久しぶり見たんだが、セイバーのこの何サーバントの柄を見たの久しぶりなんだけど。お、出たー、これめっちゃいいよな、これやばない、このイラスト、マーリンとアルトリア、めっちゃ来るやんけ、めっちゃ来るやんけ。あ、しかもマーリンとあれか、アルトリアのレッド、さっき星4だったの、俺てっきり星5かと思ってたんだけど。サーバン2、おっ、あ、キャスターかい、なんでキャスターかよ。いやー、やられたね、十すぎる。はい、というわけで、じゃあちょっと衣装追加してこようかなと思います。正月なんでね、せっかくなんでやっていきましょう。はい、じゃああと60連かな、やっていきましょう。いやー、金来た時はちょっとドキッとしたね。ここら辺スキップしてもいいんだけど。いや、マジでこの後ね、なんだっけ、コスモス・イン・ザ・ロストベルトの一章が来るまでに、あれだよね、春なんだよね、あれが春って言ってたんで、それまでにね絶対何かしら来ると思うんで、そこで村正とか来られると困る、俺的には。やばい、1年ぐらい引っ張ってほしいんだけどな、正直。でもさ、1年引っ張ってさ、エレシキガルさ、どうだった。いや、来てほしいっていう気持ちはあったけど、1年引っ張ってどうでした。なんか結構さ、よっしゃ引くぜみたいな感じにねえ、エレシキガル来たら絶対引くわみたいな感じに最初はなってたけどさ、なんか結構ねえ、早めの段階で、あ、引けなかったのか、じゃあまあいいやみたいな感じで撤退する人も多かったんじゃないでしょうか。サーバント、ライダー、まあだからやっぱりね、
鮮度があるからね、そのみんなの欲にはね、欲しいと思った時にその目当てのもんが目の前にパッて出されたら、それもね手を伸ばしてね、もう掴みたくなりますよ。もうずっとお預けされてて、まあ、いろんその間にいろんなこうね欲が自分の中に現れてね、LCQR パッて出されてもそれ欲しいけどって感じだよね。だからやっぱりね、いいものは絶妙なタイミングで出さないと、1年間引っ張って、ね、多分それなりに離れた人もいるんじゃないかなと思いました。アーチャー、俺これあれじゃないの、とつれるんじゃないの、アバロンセレブレイト、セレブライト、どちら、いやー来ないね。なんか来ないときはさ、もう一旦時間置いた方がいいとか言うけど、俺それ絶対しないからね。それマーリンのときはしてたけど、マーリン宝具後にするとき地獄だったからやってたけど、それでもあれだいぶきつかったからね。おっ、おーおーおー、びっくりさせんなよマジでクソ捨てんのかよおい、びっくりさせんな金色でよ。星4サーバンとか出る確率何パーだったかな。星5が1で星5霊槍が3とか4だったっけ、あれそんな高くなかったっけな。いやーなかなか来ないねやっぱり。なんかすり抜けでさ、俺星5って来たことあったかな、今までなんか動画内で弾いてて、すり抜けて星5が来たことあったかな。あー、あの去年1年前ね、スカサハがね、この時期そういう日替わりで来ましたね。日替わりじゃないわ、2月ぐらいか、2月ぐらいにスカサハが来て、あ俺初めて。メガネは限界で、その時にジャック・ザ・リッパーがあれかな、来たのかな。俺アサシンを去年の福袋引いて、でジャンヌが来たんだ、そういや、そうそうそう、これ絶対とつれるわ。そうジャンヌが来て、でうわジャック・ザ・リッパー欲しかったなっつってたら、スカさんの時にジャックが来たんだ、そうだ思い出しました。これ別にさ、すり抜けてキャスターの時孔明来てくれてもええんやで。ジルド・レイ、孔明来てくれてもええんやで。あ、バーサーカーもなんか久しぶりに見た気がするな。清姫、なんかあれですよね、FGO のアニメのあの清姫が倒れてるシーン若干エロかったよ、一瞬だけ映ったでしょ、1、2秒。いやー来ないね、しかし厳しい戦いなんだが、あとさ、なんだっけ、あれ、2部の、オープニングなのかな、いや、うん、オープニングだわ。お、ソロモン語ってるやつじゃなくて、オープニングの方ですよ、逆光が流れてる方、あれで、なんかね、ちょっと可愛い女の子いなかった、いたでしょ、あの帽子かぶってるさ、あんこめっちゃ気になるよな、あれ、ナンバー4とかなのか、ナンバー4か3あたりだったと思うんだけど。
コスモス・イン・ザ・ロスト・ベルトってすごいよね、名前が。またあれなのかな、っていうか今 FGO を始めて一章をやってる人って、最初のあれかな、画面ってエピック・オブ・レムナントじゃなくて最初のあの画面なのかな、 FGO の初代画面。今あれじゃん、なんだっけ、デデン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 めっちゃ表現下手だけど、ちょ待って、倉庫行ってる間にもうやべえぞ。デデンデンデンデデンデンデン、あ、60連もできねえわ、50連だったわ。あれ、コスモス・イン・ザ・ロスト・ベルトでどういう音楽になるのかちょっと気になるんだ。やべえ、なんかもう不穏な空気流れてんだよな、ここら辺で。ちょ、一回飛ばして、いやダメだ、飛ばすのやめよう。あとさ、なんかちょっとさ、おねっぽい抜いたら絶対あれペペロンチーノでしょ。俺なんかそこまで、あの、シルエットとかさ、観察しないけどさ、あれ絶対ペペロンチーノでしょ。オカマっぽいやつ。違うかな。俺序章のやつとシルエットそんな見比べてないけど、オープニングで。いや、絶対ペペロンチーノだと思う。ペペロンチーノっぽい顔してるもん。違ったらごめんなさい。あとまあ今から1週間2週間ぐらい日替わりでピックアップくるけど、スカサハとか入ってたのかな。でジャンヌ・オルタがね、いつ来るかね、ちょっと気になるんですよね。いや、一応ジャンヌ・オルタ持ってるけど、ジャンヌ・オルタってすごい人気じゃん、あれ。だからどのタイミングでね出してくるかっていうのがね、すげえ気になってんだよ。もう1年2ヶ月ぐらい来てないからね。俺 FGO 始めたの去年じゃ、おととしか、もう日じゃねえわ、年変わったからあれだけど、おととしの9月末か10月の頭ぐらいなんですけど、ジャンヌ・オルタのねリセマラがね、その前に来たのが多分3月か4月ぐらいで、ずっとやってて、その時終わんなくて、で10月まで結局またピックアップ、その半年後された時もあったんですけど、まあ、そこで始めたんですよ。だけど一応最初の星5はジャンヌ・オルタで始めたんですけど、まあ今1年2ヶ月か3ヶ月ぐらい来てないという状況で、まあそろそろ来るんじゃないかと思ってるんだけど、来ないね。あ、ジャンヌ・オルタも来ないし、葛飾北斎もなんかもうかすりもしないんだけど、いや星4サーバーは来たけどさ、こんだけ引いてたらさすがに星5サーバーさ、すり抜けでちょっと来てくんない。まあ、そこまで甘くないか。ラスト10連だぞ、お願い頼む。ちょっと待って、一回これフレポ挟もうぜ。おちょっと整理しますわ。じゃあ、はい、ということで、まあ一応もう売却したからね、いいでしょうあのフレポ引かなくても。よし、ラスト行くぞ。あ、来てくれるんだろう、最後だからよ、最後の10連で来てくれる、知ってるぜ。いや、あのフォー君のとこがちょっと長くなかっちゃなんか意味ねえような気がするけど、はい、星3サーバーとも言っちゃダメだろ、サーバント。あとね、今年だっけ、ヘブンズフィールの2章が、公開されるけど、いつなんだろうな。お、よし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 、やったー、最後の10連で無事引けたー、ありがとうございます。いやー、今年はいい年になりそう、今年はいい年になりそうだー。いや、俺フォーリナーの柄初めて見たわ。でフォーリナーってアビーしかいなかったね、確か。いやー、よかった、引けて。え、マジもうほんと今ちょっと追加1万入れるところをちょっとね考えてた。まあ、2枚抜きとかしてくれてもええで。なんかこいつあれでしょ、 NP チャージをさ、何もだっけ、忘れたけど、なんか結構高めの持ってるんじゃなかったっけ、そういう風の噂を聞いたんだけど。だから別にホーグ2でもよくないか。しかもこれ全体ホーグでしょ、アーツのホーグ2にしてもいいんじゃないか。そういや、星5レースを誰なんだろう、あれジャンヌかな、ジャンヌだよな、なんかあれつけてたからさ、あの頭に。ジャンヌだと思うんですけど、あれまだ1枚しかいけてないんだよな、ここに来て。ジルド・レイ・ジャンヌ。
え、かっこよかったよね、ジュルドレ。アポクリファ見ましたか？ジルドレめっちゃかっこよかったっしょ。我らがジルドレ。ジャンヌ。ああ、サーバント率はね、素晴らしく高い。サーバント率は素晴らしく高いと思う。ブーティカ。めっちゃスコ。結婚したい。はい、ということで、今回無事、葛飾北斎引くことができました。じゃあ見ていこうか、じゃあ。長いな。重いのかね、藤井、起きた。葛飾北斎、しがない学校さん。お手前様がマスター殿で。はあ、なかなか絵になる御仁だ。かわいい。ま、勝手気ままにやらせてもらうさ。おお、かわいい。オッケー、じゃあエレシキガルも弾けたし、去年はね、12月に、今回は、元旦から葛飾北斎も無事なのかな、無事弾けたということで、これ絶対さ、アバロンセレブライトレイとかわかんないけど、あれだわ、とつってるわ。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。